昨日からミエルでミエルファンタイムとしてイベントがスタートいたしました。店内をちょっとご紹介いたします。こちらはトーヤンセットのバッグ&靴下、ジレさんの絵を今回展示しております。ジレさんの絵は今回少し小さめのサイズでご用意しておりますので、壁など玄関やちょっとおトイレや子供部屋などに飾りやすいサイズになっていると思います。大人気の爆発の女、これはジレさんの自画像なのかな、と可愛い絵がたくさんありますので、ぜひお気に入りを見つけていただけたらと思います。さて本日は私の私服でも大活躍しているコートをピックアップしてみました。ガーゼのサンダースコートです。こちらはシルク紺のとても軽くて柔らかく落ち感が素敵なコートになります。ポケットですか。ポケットはふっくりしたポケットで、実は内側にもう一つポケットがついていて、私はここに携帯をよく入れます。一番大きいポケットですと奥に入りすぎちゃうので、ちょうどこの内側の小さいポケットがちょうどいい高さになります。着ていくほどにこうくたっとした質感が増していって、本当に今大活躍しております。あとお気に入りのポイントは、私テーラーカラーはそんなに得意じゃないんです。大げさすぎないこのテーラーカラーがいいなってお気に入りのポイントです。そうですねでこれから暑くなってきた時期には中が半袖になって、とてもその半袖の上に着るのにも肌触りがとてもいい生地になります。ではちょっと半袖のバージョンにチェンジしたいと思います。はい、半袖バージョンにチェンジしてみました。このように半袖の上にサクッと羽織るのにもとても便利なコートになります。袖をロールアップしても様になる、こんな感じですね。ちなみに中に着ているアイテム、パンツはベリテクールのパンツです。そしてトップスはミーのオリジナルのブラウスです。フレンチスリーブ、そしてポイントは中に合わせたチュールネックティ、透け感が今年らしくこんな風にトッピングしてもらうと可愛いかなって思います。二の腕ちゃんが隠れていい感じのシルエットのブラウスです。そして冒頭でお伝えしましたポップアップのトーヤンセットのバッグ、こんな可愛らしいデザインもご用意してます。こちらはトロフィーバッグ、一つ一つテーマがあるのでそちらもぜひチェックしてみていただけたらと思います。